どうもチューリマスです。今回の動画は僕が飼育しているアルゼンチンブラック&ホワイトテグーのオリオちゃんのねメンテナンス動画になるんですけども、そういえばねこのオリオの水入れのカエルメンテナンス動画って出してたかなと思って、出してましたっけ、出してた、まあわからないんですけども多分出してない気がするんですよね。なんでちょっと今回はねその水入れをどのように変えていくのかなっていうのをね皆さんにお見せできたらなと思います。なんで早速やっていきましょう。なんか一発目がならないんですよ本当に最近。はい、ということで早速水入れのメンテナンスをしていきたいと思うんですけども、もう見てわかる通りねすごい濁ってますよね。もう普段透明なんですけどもこういう風に濁ります、あの排泄物をされたら。で匂いがね結構臭くて、卵が腐ったかのような匂いっていうのかな、ずっと僕も飼育して2年ぐらいになるんですけども全然慣れないですね。本当におえつ吐くぐらい臭いです、はい。で僕が飼育している爬虫類の中では一番オレオちゃんが臭いかなって感じです。で2番目に、双子ヒトカゲのアゲパンちゃんの排泄物が臭いかなっていう、まあそこはね生き物なんで仕方ないんですけども、排泄物以外はねもう本当に無臭です、はい。もうなんか体の匂いとかもねそんなに匂いきつくなくて、よく爬虫類って臭くないんですかとか、僕がこういろんな種類飼育してるんで部屋の匂いってきつくないんですかって言われるんですけど もう本当にね匂いしないです、はい。爬虫類っていうのはねちゃんとメンテナンスさえしとけば本当に無臭な生き物なんで、もうそこはねちょっとびっくりするんじゃないかなと思います。でオリオのね三大欲求っていうのは食欲、食欲、睡眠欲みたいな、もうねお腹が空いたらもう誰なりふり構わず噛んでくるみたいな、でまあお腹いっぱいになったらこういう風に寝るみたいな感じなんですけども、今はねお腹が空いてる状態なんで噛んでくるんですよ僕の手でも。なんでそこをね気をつけながら、普段どういう風にもうこの反応するよね、どういう風にねメンテナンスするのかっていうのをやっていきたいと思います。もうねこうやってほらもうありえんぐらい動いてるしやばいよね。で僕がいつもやってるやり方がこういうタオルを頭にかぶせて、で噛ませて、で他の空いてる手で、首根っこをこう優しく掴んであげて、風呂場に移してあげるっていうやり方ですね、はい。それでは早速やっていきましょう。これね結構集中してやらないとマジで噛まれるんで、こんな感じです。オリオちゃんです。お腹がねいっぱいの時はねおとなしいし、その餌じゃないって分かったら今はこうやっておとなしくなるんですけども、やっぱ寝起きとかね、今日餌の時間ですかみたいな感じになるとすごい噛もうとしてきますね、はい。まあ今この状態で僕の手を目の前にちらつかしたらね普通に噛むと思うんですけども、まあちょっとねこうやってるとかわいそうなんで、ちょっと早く風呂場に移してあげたいと思います、はい。ということで今風呂場にいます、ちょっとね水がかかったらカメラがアウトになっちゃうんで、今はね iPhone XMAX で撮影しております、はい。でここで、ぬるま湯、本当に熱くない程度のぬるま湯をかけてあげて、体に付着した汚れを取るプラス温浴をさせてあげます。オーディングがすごい好きなんで、まあ、ここで気持ちよがってる、まあ、目つぶって気持ちよがってる間に20円の掃除を移動しますね。
まあこんな感じでね、すごくリラックスしてるんで、その間にね、ちょっと水入れを掃除していきたいと思います。はい、ということで、オリオちゃんがね、今、多分ここら辺かな、ここら辺に映ってると思うんだけど、リラックスしてる間にね、ちょっとこちらを外して掃除していきたいと思います。もう匂いがもうこの状態で結構匂います。あまり揺らさず、この他の壁に付着したり床に落ちたりしないように気をつけます。よし、で、洗い終わったらこの中に入れて開けます。よいしょ。はい、ちょっとね、ガラスが汚くなってるんで、それもね、拭いていきます。で、掃除が終わったんで、オレを元に戻してあげます。はい、すっきりします。顔どう、ちょっと変わってる。お風呂上がりのオレオちゃん、一応顔一緒。ウィーンって、もうマジ天使。はい、じゃあごめんね。はい、こんな感じです。で、最後に鍵をして、いつものメンテナンスは終わりです。はい、ということでどうだったでしょうか。まあこんな感じでね、アルゼンチンブラック&ホワイトグーのメンテナンスは終わりです。まあね、買おうかどうか、購入しようかどうしようかな、飼育しようかなって迷ってる方はね、参考になればなと思います。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。他にもね、僕が飼育している爬虫類とか、キッチンの動画も上げてますので、またそちらを見ていただけると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。